11月16日に監督続投が発表されました、うん、まあ引き続き指揮を執るこうそういう決め手となった理由みたいなのはあるんでしょうか選べる立場に幸せなことになった中で正直言うと条件だけで言ったらいいクラブは正直ありましただけどもやはり最後僕がミドルークを選んだのはやっぱりミドルークというクラブに愛情愛着がありましたしで革新的なことにそのフットボールだけではなく事業面も含めていろんなことにこうチャレンジしているところ それプラスやっぱりこうクラブが一丸となっているこの選手との距離の近さであったりでそれサポーターとの距離の近さあのいろんなものがトータルして考えた中であの本当にこのクラブのやろうとしていることにこう魅力を感じたというところも強くありましたしまたそのクラブで自分もその中の一人となってよりクラブの歩みを進めていきたい歴史に名を刻みたいだとかまたこうスタジアムができそうだとか。 あのいろんなこう見えているものがたくさんあったので,で実際にこの集まれという施設自体も素晴らしいですしやっぱもう一度、水戸ホーリー・オックで、えー、トライしようというふうふに思いましたからというよりもっとそう思わせてくれるクラブだったなと思ってますからまたもう一年、何としてもこのクラブが、えー、よくなるところに少しでもこう自分の力が加われればいいなと思ってますのでまたもう一年頑張りたいなというふうに思ってますなるほど本当に、まあ、水戸は事業的に本当にいろんなことをやってますよね。そうですね <laughs>、うん、こんな 地域通貨があったりだとか、まあ、農業もやったりだとかもう他にも多分僕が見えないところもたくさんいろんな仕掛けをしてくれてると思ってますしこれからもまたいろんなこと出てくると思いますしでこのコロナ禍で苦しい中でスポンサーの方が増えてるだとかまたその継続してやってくれてるっていうだけでも素晴らしいことなのにやっぱりそういったものって素晴らしいですしまたそれが近くにやっぱり事業部もいてくれるのでこう見えてるっていうでまた選手たちもピッチ外の信のところで。 いろんなことを協力してくれる今もこうクラブ周りをしてくれたりだとか城里町の良さをこう選手たちが発信してくれたりもうありとあらゆることを選手自体もやってくれてるので選手の影響力ってとてつもないのでそれをやってくれる、うん、選手でありクラブが本当に素晴らしいなと思ってますから僕もそこにあやかって一緒になってよりクラブであり自分たちの価値みたいなものをフットボールの価値みたいなものを高めたいなと思ってますからそこは引き続き。 あの選手にに負けずにやっってていいきたいなと思ってます,そうで,す、ね、でも秋監督も本当にいろんなチャレンジをしてるような感じがするんですかねサッカーを取るともうう嬉しいですねやっぱ、うん、早くフットボール文化が日本に根付いてほしいやっぱ海外って一番何を感じるかって言ったらじゃあサッカーの質がとんでもないのとかじゃあ選手一人一人がすごい違うのかって言ったら僕はそう思ってなくて何が違うって言ったらやっぱりこうフットボールの文化が根付いてる生活の一部にこうフットボールがあるっていう。 もうおじいちゃんから子供までやっぱりそこら中でフットボールの話してますし試合がない時でもスタジアムの周りが賑わってますしやっぱそういう,こう日常にこうフットボールがこう根付いてるっていうやっぱそういうふうに早く日本もなってほしいっていうのを僕はすごく思ってますんでぜひそういう,こうフットボールの良さ素晴らしさみたいなものをまた皆さんに知っていただいてまた本当に生活の一部に入ってくるようなそんなようなこう国にしないと国技がフットボールにならないとなかなか太刀打ちできないなと思ってますから。 皆さんの力がないとそこはできませんから、そういった発信もしながら皆さんとまた手を取り合いながら、日本という国が鼓舞が吹っ飛べて胸を張って言えるようなそんなような国にしたいなと思っています。どういった形のこうねサッカーをしていきたいというような思いはあるんでしょうか。ミッドフォクというチームがやっぱり育成型のクラブですし、毎年こう選手がたくさん入れ替わるということはもう僕この2年でも十分経験してきてますんで編成が整った中でその選手たちがやっぱこうストロングでプレーできるような。 おの,おの良さであり特徴みたいなものが出せるような仕組みだとか組み合わせだとかサッカーみたいなものをそれはシステムも含めて考えたいなと思ってますんで現時点ではこうまずは選手がどれだけ残ってくれてでどれだけこう新しい選手がピンポイントで来てくれるのかそういった中をこう見極めた中でサッカーを決めていこうと思ってますんでただその中で約束できることはカメラに守るだとかあの消極的なサッカーをするつもりは全くないのでアグレッシブに攻守に主導権を握りに行くっていうところ どう猛に攻撃的に攻守にやるっていうことだけは約束しますんで90分間最後までハードワークするだとか最後までゴールを目指しますしボールを奪いに行くっていうその姿勢というのは必ずどういうやり方になろうとそこだけはお約束しますんで是非また皆さんがスタジアムに来て熱くなれるような心を揺さぶってもらえるようなそんなようなあのプレーっていうことだけはお約束しますので是非またたくさんの人に来てもらって声援が聞きたいと思ってますし皆さんのやっぱり ロンバルディーダとかいろんなものを聞きたいと思ってますからそんなものをやっぱり含めて僕自身も楽しみにしたいなと思ってます、はい、やっぱり攻撃的な姿勢というのは変えないというところです、ね、もうそこだけは絶対に変えないです。守備が伝統的に良かったのは分かってますけどもそれも攻撃的な守備と本当にただ守備をするだけって全然違うと思ってますから伝統的な守備も攻撃のな守備に変えていきたいですしでその上で攻撃なんかよりアグレッシブにより獰猛に超攻撃的にやりたいと思ってますからその姿勢だけは僕が監督やってる間は全く変えようと思ってませんから。 どういうやり方だろうとシステムだろうとそこだけは変えるつもりはないと思っていますさらによりこういったところも良くしていきたいなとかいうところってありますか単純に言うと安定感ですね安定感。爆発力はものすごくあってポテンシャルとか能力みたいなものは高いくて発揮できていることは分かっているんですけどもじゃあそれが今度コンスタントに本当は42試合コンスタントにできなきゃいけないですしもっと言えば1試合の中でも90分間やっぱりコンスタントにできなきゃいけないなっていうそこはどうしてもこう若い選手が多いだけの 故にこう課題ではあるのでやっぱそこはもちろん経験していかなきゃなかなか難しいですけども42試合もっと言えば90分間コンスタントにしっかりとゲームをコントロールしながら自分たちの時間をいかに増やせるかとは言いつつも全部が我々の試合だっていうことは全くないのでただ今度は我慢強さみたいなもの来季はそこの2つ安定感みたいなものと我慢強さみたいなもの悪い試合だとかうまくいかないなかなかこう今日調子悪いなうまくいかないってゲームをいかに拾えるか。 せめて勝ち手に1にできるかということが課題だと思ってますからそこは大いに選手たちとも話し合いながら修正かけたいなと思ってます目標はどういったところになるんでしょうかまずは来年も四チームが落ちてくるという我々よりも明らかにクラブ力がある大きいクラブが落ちてきますからまずはしっかりとした最低限残留するということそこはノルマになると思いますその中でやっぱりどうクラブを大きくしていくのか皆さんにもそろそろ サッカーー文化としてて上位を狙えるチームって実際世界的に見て歴史が見ても4チームぐらいで後のチームは中位にいるもしくはもう入れ替え戦に回る降格するような行ったり来たりするようなクラブっていう歴史がありますからで今じゃあ我々今どこのランクにいるかっていうと必然的にどうしたって下の方のランクにいるクラブですからいかに早く皆さんと手を取り合って早く注意を除けるようなそういうクラブになるかどうかだと思ってますからまずはそこを目指してしっかり1年間戦っていきたいなというふうに思っています。 ちゃんとした現状とかしっかりとしたプロサッカーの世界とか仕組みみたいなものが分かっていれば7億5,000だとかの規模のクラブがじゃあどこを目指すんだって言ったらアイデンティティは何にするかって言ったらやっぱりビッグクラブをやっつけるだとかジャイアントキリングを起こすだとかやっぱり本当に週末にこう素晴らしい戦いが待ってるだとかあのそうじゃないところでもやっぱりこう地域の皆さんとつながっていてフットボールの良さだったりホーリーホックを通して皆さんとつながるっていうような。 あの目線も全然変わってきますしやっぱもうそれってすごく大事なことなんであのいかに抗おうとしても歴史が証明してますしそんなことができてればとっくにいろんなクラブ上がってますからそうじゃなく皆さんがしっかりと目線を合わせられた上でその上で僕はの昇格という奇跡にもう本当に 0.1%0.002% かもしれませんけどもその奇跡にみんなで一つになって向かいたいそのためにもやっぱこうベクトルがとか思いが揃ってないと。 もう本当に奇跡にトライしてるんだよっていう,う皆さんとの思いを一つにしなければそんな奇跡って起こらないのであのそろそろ皆さんにもそういうことをしっかりと伝えた中で理解をしてもらった上でそれの上で僕は目指したい目指さないとは言ってませんし当たり前ですけど負けようと思っているシーズン選手クラブなんか絶対いませんからその中でしっかりとした背景とかあのクラブの立ち位置現状を分かった上で皆さんと共に奇跡にトライしたいチャレンジしたい。 そうううういいいいっったたよななシーズンにしたいなというふうに思っています、はい、でもそれができればねより近づけるってことですよねそう思います、うん、まずはこう皆さんと共にクラブの規模を大きくしないとよくニワトリと卵どっちが先だって話しますけども確実にお金だとかクラブ規模が大きくなる方が先ですそれ以外にもしかしたら2つだけあるとしたらだから大きな資本が入ってお金がどんと増えるかもう一つはスタジアムですねスタジアムができてグッとお変わるクラブを僕は新潟っていうクラブで見てますんで それ何が変わるかっていったらやっぱ集客が変わるのでサポーターの数だとか来てくれる方がもし奇跡が起きるんだったらその2つが起きたときには1つクラブが大きく変わる転換期になると思いますからそこの2つを目指してまずはやっていかなきゃいけないなというふうに思っていますなるほど、まあ、でも今、水戸はそういったところに来ているというとうううころももありますすよねそうですねそでスタジアム構想ができていること自体がもしかしたらその何年後かにスタジアムができたときにもしかしたら大きく変わる。 J1 にふさわしいクラブになる可能性を大いに秘めているのでそういった意味で僕は非常に楽しみにしていますしだからこそそこまでには必ず J2 にいるということはマストですしあのそこまでにこうよりステップアップ大きくジャンプアップできるだけの基盤だとかそこまでにこうクラブ体力みたいなものはしっかりとあ基盤作りみたいなものをしておきたいなというふうに思っていますでそこには皆さんの応援が必要だというとことですよね。言ったようにさっき言ったように大きな資本とそれプラス言ったように スタジアムができるって言いましたけどもこの2つでスタジアムができた中で何ができるかって言ったらやっぱり多くの方がスタジアム来るからスタジアムができただけではやっぱり実際変わらないのでスタジアムができて多くの方がやっぱりキャパが大きくなって来てくれる魅力的なやっぱりスタジアムになるからこそグッとクラブの立ち位置が変わってくるのであの皆さんの力なしでクラブが大きくなることよくなること強くなること勝つことは絶対100%断言できてないのでこの皆さんと地域とともに。 もう J リーグの理念ですしそれはもう歴史が証明してますんで地域の皆さんと共に世界中大きくなってるからこそビッグクラブになりますし小さなクラブでもおらが街のチームがビッグチームやっつけるんだジャイアントキリングを起こすんだっていうむしろこっから代表選手が出たんだっていうようなまたいろんなアイデンティティとかあの考え方とか思いってありますからそのためにはぜひ地域の方とつながってないとそういったことって一つも起きないですしあの楽しさみたいなものも 一つも湧き上がってこないのであの地域の方とともに戦うとか思いをともにするというのはマストなことなのでそこは引き続き、えー、多くの方とまた1人でも多くの方と一緒に手を取り合えるように頑張りたいなと思ってますフリーペーパー日立、西郷、クータそして茨城最大級の情報サイトいばにも秋葉忠宏監督のインタビューが詳しく掲載されています。こちらもぜひご覧ください では最後にサポーターの皆さんに向けて一言メッセージお願いいたします皆さんの熱い応援のおかげでこの4チーム落ちるという大変な2021シーズンも J2 に残留するということができました残念ながら昇格という奇跡は起こせませんでしたけども皆さんのおかげでこういう苦しいコロナ禍の声援がもらえない中でも本当に選手が最後の戦うことは皆さんのおかげだと思っています。 で僕よく横断幕で、えー、今までは俺らの声が届いているかっていうところが今は声が出せない分俺らの思いが届いているかに変わっているのもよく分かっていますし実際、選手たち含めて僕らにもその思いというのは十分に届いていますだからこそ1つになって、思いを1つに三刀流ホッケーの立ち位置だとかクラブとしてのこう楽しみ方だとか面白さみたいなものをまた皆さんと共有して素晴らしいクラブになりたいと思っていますので引き続き、皆さんと戦えることを楽しみにしています。 今回は秋葉忠宏監督にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。